どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、結構これね、いろいろ言われたんだけど、このスキルマスターの解放クエストね、特にこのレッスン4マスターの最終試練ってやつね、このボスが非常にね強くて結構苦戦してる。もうちょっとね攻略やってよっていうお声が多かったので、はいっていうことでね、この最終試練のね倒し方、攻略の仕方をねちょっとご紹介していきたいと思います。後世は基本的に、回復にヒーラーに、いて、あと火力2人か1人っていう形でいいと思うんだけど、僕の場合はこんな感じで言っております。はい、踊り子、そしてマイユ、アンルシア、ラグアスといった形ですね。でこれマイユの部分を火力のヒューザーにしてもいいと思うし、で自分の、主人公の職業を踊り子ではなくバトルマスター火力でもいいと思います。僕はなんでこういうことをしてるかというと、踊り子、はい、スティックを装備させて、ティンクルバトンでテンションを上げてね、このアンルシアに勇者の光を使わせて相手の行動を止めてしまおうと。さらにダメージもね2倍になるので、その時にね火力を、マイユちゃんのね火力をドコンと入れていくっていうようなね必勝パターンに持ってきたくて、このラグアス君とこの高吉でティンクルバトンでねテンションを上げて、マイユちゃんとアンルシアの必殺技を使いやすくという形と、さらにこのね、いろいろつけれるデバフが強い。そして範囲蘇生と範囲回復持ちということで、踊り子を採用しております。踊り子めっちゃ強い。そして僕はマイユちゃんですね。ここを火力枠のヒューザーさんにしたり、安定の、火力を出したいならヒューザーの方がいいか。マイユでテンション上げて連撃天部だとかね、爆裂脚で大ダメージを与えるっていう形で取っております。でアンルシア、アンルシアはやっぱりね回復が使えるっていうことと、勇者の光がめちゃくちゃ強い必殺のね、なのでそれを採用したアンルシア入れております。これをねフーラにしてもいいと思う。で、最後にねラグアスとなっております。はい、であとですね、ちょっと心配な方、これねヴィーナスの涙、とにかくねジゴデインがめちゃくちゃ痛い。ジゴネインが痛いのでね、雷耐性をね、盛るっていうこともしていいと思います。雷耐性か、呪文耐性。で、装備で、雷耐性を持ったり、アンルシアの場合は、こういったね、スキルで雷耐性を上げたり、ラガース君に至っては、こちら、呪文耐性、スキルで、スキルアップパネルで上げたり、こちらね、ブレス耐性も上げたりしてます。ハッピーブレス、灼熱を使ってくるので、この守りの機能もかなり有用。なので、フーラちゃんもね、大活躍なんですよね。構成はね、人それぞれによってちょっと違うと思うので、それはね、調整してやってみてください。はい。では、早速、やっていきたいと思います。マスターからの最終試練。はい、最初はね、エースなんですが、これちょっと言い忘れたんですけど、レベル80からちょっと受けれるクエストなんですよね。ただ80でかなりね苦戦するんですよ。なのでちょっと心配な方はもう85とかね上げてった方がいいかもしれない。さあ、まずはやはりね新速のサンションを使って2回連続で行動するようにしてます。とにかくこのエースの気をつけるべき点は、灼熱とジゴデインね、これが強いので、マジ針とね守りのキーで常にねこういう風に守っていきたいと思います。であとはもう踊り子はバフをつける感じですかね。祈りのゴスペルで聖なる祈りをつける。とにかくマユちゃんは攻撃一筋、こういう風に、ね、連続攻撃もするのでかなり強い踊り子の新速の3章で、エースもたまにねこの暗黒の霧が効くのでやってあげてもいいです。剣幕が入った、しかも攻撃力も下がった。よいしょ。でこれちょっといつものね僕の必勝パターンなんですが、よいしょ、で貯めると。
さあ幻惑も入ってしまいましたね。これちょっとまずいね。なのでちょっとキラ、ごめんなさい、これスタイル忘れました。キラキラポーンがね必要となりますので、キラキラポーンやった方がいいです。まあ今更遅いんですが、これはちょっと貯めるで貯めておこうかな。でここで勇者の光をやって、でここでもう一丁ね、神速のシャンスを、素早さが切れそうなので、ピオリムが消えそうなので晴れず、そしてここでロマン砲をぶったたけば大ダメージ確定なんですけど、これちょっとねやらかしましたね。幻惑が入ってるから、まあ、この時にね大ダメージ入れるので、勇者の光の中はダメージをガンガン入れてあげてった方がいいです。本当はこれで2万ぐらいダメージ稼げる、もったいない。まあいいでしょう。ちょっとティンクルバトンで次の戦いのことを考えてテンションを貯めておきます。特に前半のこのエースはそんな苦労することはないと思うので、この状態異常と呪文を気をつければ、そしてこれ大切なこと、これね必ず怒ったらロストアタックを絶対すぐやる。ロストアタックをちょっと無視してると大打撃をちょっと食らって全滅する可能性があるので、すぐねロストアタックやってください。さあ出ました、怒りの自己伝、強い。できるだけヒットポイントをマックスにした状態でいきたいので、さあベフォーマラー表超はやぶさ、あロスアタックしないといけなかったね。はい、これでとりあえずエースは、まあ、余裕でいけるとは思います。さあということで連続戦闘なんですよね、この戦闘。そして、ね、最後の方に回復をマックスにした方がいいって言った理由はこういうことなんですが、まあ、できるだけ回復をねした状態でこの2戦闘目に入りたいと思います。で一番大切なのがこの戦闘で倒す順番、エースで次ドラゴンガイア、ボルカノドラゴン、ギーグハンマー強といったね順番に倒していきます。エースがねリンクをねボルカノドラゴンにするんですが、まあ無理やりね強引に削っていけばエースは倒せますので、とにかく最初にエースを削ることで、さらにボルカノドラゴンハッピーブレスとかするので、まあ、守りの霧をとにかく巻いておくってことが重要となっております。でエースを倒し終わったらさらにねドラゴンガイアがドンと追加されるので、かなり難易度が高いクエストとなっております。めちゃくちゃ難しいよね。そのためにねちょっとね スティックでねアンルシアとマユちゃんのテンションをちょっと貯めてたんで、
これがうまく活かせればいいと思うんですが、まずは新色のサンス、シャンさんで、まずグリーンオブハートで攻撃力を上げておく。もうエースをとにかく早く倒すこと、これが重要で、ギガーマ今日なんで最後かというと、ああいう風にねずっと止まってるんですよ終始。まあダメージをたまに与えてくるって感じなんで、なのでそんな怖くはないんですよね。で前腕よいしょ、で必殺勇者の光でエースを打って、よしここでダメージを稼ぐ。でもって戦機の未来で攻撃力を上げて、さあ必殺爆裂脚 S。 爆裂脚も一応スキルアップで、ダメージ上げてます。一応はい8744で、たまにね新速のシャンソンの効果のおかげで2回連続ね打てるんですよね。新速の短所なのか最短かな、スキルの効果かな。でできればこちらキラキラ棒もねちょっと打っときたいんですが、ただちょっと今エース転んでるので、できるだけ火力を入れときたい今のうちに。よいしょ、で爆裂脚をもう一回打つ。ここは煉獄天劇で天部で良かったかもしれない。よし赤、一気に赤まで削った。で本来ならエースリンクをしてくるので倒しにくくなってるんですが、まあ、今のようにね無理やりねやっていけば、火力入れていけばあっさり倒せる。でエースを倒していく、多分次で倒せます。連撃天部でエース瞬殺、はいはい、ということでドラゴンガイアが出てくるんですね。でドラゴンガイアが激しい雄たけびもやってくるし、ちょっと守りの気配をね、ハッピーブレスがちょっと鬱陶しいんで、次はドラゴンガイアソウを狙っていきたいと思います。でここでできれば激しい雄たけびが転びあるんですよね。まあ怯えていった方がいいのかな。うん、それでちょっとキラポンをちょっと貼っておきたいと思います。で、ドラゴンガイアソウ。さあここでキラキラポンもいいですし、暗黒の霧もね結構効くので、暗黒の霧を使ってもいいと思います。それ原爆2匹入ったボルカノドラゴンとギンクハンマー。かなり暗黒の霧が効くので、フーラがいる場合はねフーラもちょっと使ってやってもいいと思います。さあハッピーブレス来た、よかった。このガイアのこの炎よりハッピーブレス行動不動になるのがねちょっときついから、守りの霧はハッピーブレス専用にちょっと入れてますね。守りの霧で、守りの霧をラグアスでやった場合はアンルシアで回復といったように、今ヒーラーをできるだけ2人以上入れたい。でギーグハンマーが怒るんですけど、あれ激怒ね、まあ他っといてもいいんですけど、ちょっと気になる人はこのロストブレイクで激怒が解除できるので、こういうふうにね、まあ、解除してもいいと思います。激しい雄たけび来た、これでね、はい主人公転んだね。これがもうめんどくさい効果なんだよね。
さあドラゴンガイアも倒したので、でここでドラゴンガイアがね倒れるかなと思って、まあアンルシアね、はい、ティンクルバトンでテンション貯めておきました。で勇者の光、これをボルカノドラゴンに入れていきたいと思います。であとはもう攻撃をとにかく入れるだけ。あ、間違えた。爆裂客、ここで約ね1万5000、6000ぐらい稼いだのかな。とにかくよし、ボルガのドラゴン倒した。あとはもうギーグハンマー今日とにかく雑魚ですね。でテールスイングっておそらくなんですけど、このねホップステップ、これをねやってるとね避けれると思うね。ダメージをちょっと食らいたくないよっていう方はホップステップもやっといてもいいと思います。まあ、僕あえてちょっと別に使わなかったんですけどね。よいしょ。っていうようにね、まあ、勇者の光でまた再度ね、やって、あとはまゆちゃんで叩くっていうね、まあ、もう僕はねボス戦のやり方をやってるんですが、まあ、ここはね別にアンルシアを入れてない方、まあ、あのフーラちゃんと、まあ、ラグアスで、ね、守りの切り回復を交互にやって、あとはヒューザで、ね、入れてる方はヒューザでね火力をボスに入れてっていうようにやっていけば、この倒し方の順番と、あとはねこのデバフを防ぐためのこのねバフをかけること、これがすごくね大事だと思います。倒す順番が一番重要かな、これは。まあ、エースをね僕あっさり倒しちゃったからあれなんですけど、よいしょ、こんな感じで、はい、簡単と。はい、ってことでスキルパネルが解放された。さあ全部のねスキルパネルを解放することができました。はい、まあ、とにかくこのマスターからの最終試練のボス、敵ね、モンスターね、めちゃくちゃ強いので、ね、レベル上げをすることと、まあ、耐性を盛ることかな、雷耐性だとか呪文耐性とか、まあ、できれば持って、まあ、戦闘に入ったらねバフ、さらにはね倒す順番を気をつけていけば、まあ倒せるとは思います。はい、てなわけで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。